石油を産出するような国はね、ギリギリの状態で石油を掘っていくんですよ。だから学問的な石油がどのくらいまであるかってことと、つまり儲けに関係なくて言うのと、それから石油を掘ったら値段が下がるし、石油がバンバンこう、抑えることってなかなか難しいですからね。そこで火災なんかも起きますので、まあ、そういった実利面からの寿命っていうのと全然違うんですね。 実利面からの寿命は常にある意味では40年なんです。それは実利面からなんであって、僕は1972年に NHK の記者はそれを知ってたと思います。というのは、国際石油資本とね、国際石油資本の情報を知ってたら、まあ、国際石油資本もね、考えてみればですよ、今から。あと30年でなくなる石油にね、ものすごく大きな投資をしてたわけですあの当時。<laughs> そんなこと起こりますかね あと30年で商売が終わっちゃうっつったら、もっと縮小しますよ。全然縮小してませんでしたからね。だから、あの、マスコミなんかの欠陥はおそらくね、議論しないからじゃないかと思いますね。記者が一人一人で非常にこう自信があって、そして一人一人で取材すると。取材した結果を編集会議かなんかで十分に議論して、したら誰かがね、おかしいですね。私が調べた世界石油資本の投資計画を見ると、 まあ十分な投資計画がありますと。こんな十分な投資計画があるのに30年で石油がなくなるなら全部投資が失敗になっちゃうんですけども本当ですかねとこういう質問もするでしょうしある人がそうなると我々が今から国民に報道しようとしている石油があと30年でなくなるってのはもしかしたら間違いじゃないですかねと。他に石油がなくなるとかなくならないとかいう関係の その情報ありますかって言ったら他の人がね。そういえば、国際石油資本が1965年ぐらいから盛んにアメリカの大学とか国連なんかに金を配って、石油の危機を煽ってますけど、これはそれと関係があるんじゃないですかねとこう言うかもしれない。言ったかもしれないですね。そしたらそこに NHK の、えー、番組編成委員かなんかの偉い人で、本当に日本のことを考えてる人がいたら、 これはちょっとね、やっぱり報道が危ないねと。だから石油がなくなるという動きもあるけど、他方では石油がなくならないという動きもあると。両面からやっぱりね、放送法第4条に沿って放送しなければ NHK としての使命が得られませんねと。我々は国民からの受信料で生活をしてんだから、やっぱり国民に対してできるだけ正確な情報を提供すべきでしょうねと。こういうふうになるでしょうね。 <laughs> そうしましたら、石油が30年でなくなるということを、あの、あれだけ繰り返し、今では皆さん知らないんですけど、あれだけ繰り返し放送して、えー、主婦の方はもうトイレットペーパーを買いあさる、つまりトイレットペーパーを買いあさるってことは、もう間もなく石油がなくなるから、トイレットペーパーが高等化して高くなってね、買えなくなるんじゃないかと、まあいうふうに心配したわけですね。もっとも、 石油がそういうふうに急激に30年でなくなるような状態になるとね、一番困るのが食料不足です。出しですよ。なんでかって言いますとね、今の農業は言ってみれば石油漬けと言ったらちょっと厳しいんですけども、農薬にしても肥料にしても石油から作られますので、まあ、石油がなくなると生産量はカクッと減りますので、今日本は少子化なんつってますけど、少子化対策なんつってますけど、もう日本は少子化した方がいいんですよ。そういう点では。 もう石油でも使わない農業になったらね、まあ、人口は7000万人も難しいかもしれません。まあ、せいぜい4000万人ですね。ですから今1億2000万人ですから、石油がなくなるということが本当であれば、至急人口を減らさなきゃいけないと NHK は報道するべきだったでしょうね。だこういうことはみんなね、そのまあ情報はもう十分に与えられてるんですよ、実は。<laughs> 僕に聞いてくれれば僕は、 全然石油は十分にありますよと答えたでしょうね。まあ、っていうか僕に聞かなくあって、えー、国際的なね、えー、資源学会なんかにちゃんと、こう、聞いてる、情報を得てればね、あの当時も、国際石油資本、会社にしか聞かない。あと、御用学者。<laughs> だからダメなんですよ。まあ、だけど、学者もね、僕は大学で教えてるときに学生にね、工学部でしたから、君たちが実力をつける。 実力をつけた実力を人間の社会のため、国家のために使ってくれと。もしも長い会社生活の中で自分が自分の嘘の知識を社会に流すっていうようなことをやるとね、これはダメだと。君たちが工学を勉強したのは何のためかということをよく考えて、そういう自分の出世と自分の魂がぶつかるときには魂を優先してくれと言いました。それから多摩美術大学でデザインを教えているときもね、 デザインの素晴らしい人は嘘のデザインが書けるんです。戦争を煽ったり、ね、なんか変なことができるんですよ。素晴らしければ素晴らしいほど嘘であってもそれで社会を崩すことができる。あなたたちはデザインを勉強する。ある時に自分がこういう社会になっちゃいけないというデザインを要求した時にそれでいくら金を積まれようとも、いや私はそれはちょっとデザインできませんと言ってくださいと。 まあいうふうに、多摩ビ術大学の学生にも、繰り返しお話をいたしました。人間の知識とか、人間の知恵というのは、必ず、その国民、周りの人たちの幸福になるように自分の力をつけなきゃ一番いけないのは、お医者さんにしても、科学者にしても、裁判官にしてもですね、誰にしてもですよ。えー、高度な知識を得た人は、その知識を、必ず社会が発展する方向、 正確な方向に行かなきゃいけませんね。まあそういう点じゃあ僕も、この頃まあ、ご用学者多いんですけど、ご用学者の皆さんとか、NHK の人にね、放送者としての、その真実、誠の心、ね、誠実革命ですよ。それをやってくださいと。とご用学者の人にも、あなたが大切なのは誠実革命をやることですよ。まあ原子力についてはいろんなね、賛否もありまして、 私の考えに反対の人がすごく多いんですけども、私もですね、言っているのは、原子力がダメだと言ってんじゃないんです。私は原子力においても、政治革命をやってください。本当のことを言ってください。それによって社会は発展します。ね、それがね、やっぱり貫けるかどうかってこと。この、今度の SDGs もね。まあ SDGs と言ってるから、それにくっついていけばいいだろう。あのね、銀行が SDGs と言わないと金貸してくんないから、 SDGs いいだろう。これが日本社会をダメにします。やはり会社のトップの人も、部長さんも、我々は会社という社会的な価値のあるものに携わってる。例えば会社もですね、輸送するには公共の道路を使ってますよ。出張に行くには新幹線に乗ります。ね。ご飯食べるのも農民が作ったものですよ。魚食べるのも、ね。漁師が取ってきたもんですよ。そういったものの中で、 会社というのを運営してるだけのことなんです。金を払えばいいっていうもんじゃないんです。世の中は金ではないんですよ。社会は金じゃないんだっていうのはね、何回も何回も繰り返して言われてきたことですね。ですから、政治革命と SDGs という観点からね、やっぱり見なければいけない。そういうふうに私は思います。